というわけでおなじみとなっていますね、みきおジャーナルです。はい、これまでもヒグマや自然などを取材してこられたみきおさんなんですけれども、はい、山小屋を17年間守り続けてきた一人の男性の仕事を今日は追っています。竹本勝さん63歳2週間分の食料30キロを背に頂上近くの山小屋を目指します。なんとかかんとか絶対小屋まではたどり着きますから。山小屋は登山口から 3.5 キロの道のりですが、今日は3時間もかかりました。着きましたね。はい、予約来ましたね。しんどかった、竹本さんは春香山銀嶺荘の管理人です。この日小屋の中は氷点下1度。猫の春香が竹本さんの帰りを待っていました。はるかのためにもいち早く薪ストーブに火を入れて小屋を温めなければなりません。この方がまあいいね。はるか山は札幌と小樽の境にあります。山頂の東側はいつも粉雪が降り積もり、山スキーには最適です。スキー場がない時代には人々は列をなしで登ったといいます。今でも春香山には大勢の山スキーヤーが訪れ、銀嶺荘を利用しています。湧き水で沸かした水でコーヒーを飲んでね、そして薪ストーブで温まってみんなでワイワイやるのがね、いいんですよ。1932年に建設された銀嶺荘は戦後老朽化で崩壊したため、1960年に現在の小屋が建てられました。銀嶺荘を所有するのは東海大学。竹本さんは17年前から東海大学に雇われています。自然よりも竹本さんが一番です。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。さよなら。ごちそうさま。一人残され食事を作る竹本さん、文房具を扱う会社などに勤めていましたが、3度目の転職で銀嶺荘の管理人になりました。私の人生においてはやっぱり一番の転職だと思ってます。恵まれてます、本当に。食事を終えた竹本さん、毎晩10時には床に着きます。翌朝目覚めたのは6時。竹本さんの気がかりは雪崩です。山小屋への道には危険なところがあるのです。登山客が安心して山小屋にたどり着ける、竹本さんが心がけていることは第一に安全です。やっほー、おー、そこね、雪崩の危険があったからね、標識付けに来たの。よし。今日は土曜日、30人を超える登山客が泊まります。宿泊代はわずか800円。しかし山小屋では1年間で燃やす薪の費用だけでも100万円が必要です。山小屋は大赤字なのです。竹本さんは自腹を切って甘酒とコーヒーを客に振る舞っていました。山小屋で出会った若者たちが結婚することになりました。小屋の常連客たちが祝福のために集まりました。結婚するらしい。おめでとうございます。
知らない者同士がすぐに打ち解け合える、それが銀嶺荘なのです。17年間のほとんどを山小屋で過ごした竹本さん、家族はどんな思いでいたのでしょうか。起きるとすぐあの目の前に写真がありますんでね、それでみんな元気でやってるかなとか、そんな常にやっぱり家族を思い出すようにしているんですけどね、これは僕の、まあ、一つの英語かもしれませんけれど竹本さんが銀嶺荘の管理人になったのは今から17年前、45歳の時でした。山小屋の管理人として夏の間は週に1日、冬は2週間に2日しか札幌の自宅に帰ることはできません。17年前に小学生だった2人の娘はすでに結婚し、竹本さんには今3人の孫がいます。この日家族は1年ぶりに全員が揃いました。他のお父さんとかはきっと思いつかないような遊びを結構してくれてたので、寂しいとかはなかったですね。帰ってこないわけじゃないし、あのサラリーマンしてて卑屈な思いしてるより伸び伸びしてるかなという印象が一番やっぱり強いですね。銀嶺荘を所有する東海大学と竹本さんとの契約は1年間です。また頑張りますので、今月1日、銀嶺荘特任職員の辞令を受け取りました。17年間の山小屋生活、増えたものはアルバムです。銀嶺荘には年間およそ2500人が訪れます。竹本さんは登山客全員の写真を撮り、記念のアルバムを作ってきました。アルバムは今年83冊になりました。あ、いたいた、尾崎さんと話しほらここすごいね、知ってる人いっぱいいるんじゃないか。100冊なるとね、あと 2,3 年で100冊になるかなと思うんで、もしかしたらそのくらいに一応一区切りをつけようかなとは思ってるんですけどね。こっちにも向いて。この大人数を一泊させてもらってどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。またお世話になります。はい。お願いします。お待ちしてます。じゃあ気をつけてお帰りくださいね。はい、はい、ありがとうございました。やっぱりいいですね。本当に何か若さをもらう感じですよね。出発9時47分です。はい。あ、はい。また一人ぼっちの平日です。登山客がいない日は登山客が来る日のための準備です。今が一番悔いのない時ですね。もう最高の時で、仕事ももう十分これでもう満足してますし。銀嶺荘での18年目の春が始まりました。はい、毎日出会いとお別れを絶えず繰り返してきて17年ということになるわけですけども、はい、まあ大半が孤独との戦いかなというのは私の印象なんですが、スタジオには取材した阿部みきおさんに来てもらっております。いや、とにかく山小屋のこの管理の仕事ってのは私も全然知らない世界だったんです。大変ですね。はい、怠け者には務まらないと思いますね。普段あのいない時っていうのはちなみにどういうお仕事されてるんですか。お客さんがいない時は薪割りとか、はい、除雪とか、はい、道付けとか、はい、いろんな仕事してますね。ずっと何かをしている。はい、で春香山は、はい、小樽と、札幌の境ここにあります。で、はい、冬は小樽市桂岡から登ります。はい、で東海大学が所有してますけれども、収入と支出から言うと大赤字なんですね。はい、でも一般市民の利用してほしいということで、うん、社会貢献のために持っています。はい、うん、で札幌周辺には実は大学が所有する山小屋は9つあります。あるんですね。はい、はい、
で例えば北海道大学の山スキー部とか山岳部が持ってるんですけれども、はい、最近部員が減少してますので、管理がだんだんできなくなってきてるんですね、それから山小屋を一つ維持するのは数百万年間かかりますので、これからの大学経営考えるとそういった点でも今まで通り山小屋維持するのは大変かなと、時代の変わり目に来てるかというような感じが私は受けています。はい、これはあの登山をする人にとってみると小野塚さんがやっぱり大きな問題になりますね。そうですね、北海道で全体で大体山小屋が100カ所ぐらいあるということなんですけど、ほとんど今常駐の管理人さんにないということなんですよね。で、あの、まあ、国立公園、最低限の国立公園の中にある山小屋にはね、そういった人たち、登る人たちの安全のためにもですね、食べること寝ること、そういったこともお世話をしてくださるような方をね、ぜひ常駐化させてもらいたいと思いますけどね。はい、その避難をするための山小屋が必要だっていうのは登山をしない人でも大体わかるんですが、そこに、管理人という人がいるという重要性、必要性っていうのはやっぱり一番は何ですかね。で実際田久保さん、怪我人を救出したりとか、はい、道に迷った人を捜索したり、はい、大活躍なさってます。はい、そういった意味も含めまして、まあ、今後ただですね、この様子を見ていていやいや百冊と言わずずっと頑張ってくださいとちょっと言えるような仕事でもないというのがね、厳しいところではあると思うんですが、まあ、あの頑張ってほしいなと。体に気をつけて頑張っていただきたい。私にはちょっとそれしか言えないところでは。